何あれ、ピーチ姫。絵かな。おーい、誰か出してくれー。え、あ、あざ塞がれとる。さあ、まずはこの砦にいるノコボロソをとっちめてやりましょう。とりあえず、ひびのあるところ全部試していきたいよね。先に逃げると良いボム。我々は後から隙を見て逃げ出すボム。冷静だね。壁を破壊すればよかったなんて思いつかなかったボム。大丈夫かみんな。あんた結構やるボムね。まあ、やったのはピンキーなんですけどね。こんなところからはさっさと逃げるんだボム。これでここから出られるボム。助かったボム。待って、とりあえずここさ、回復あるし、あ、間違えた。回復あるし、一応、どこでもセーブしとこうっと。オッケー、オッケー。さあ、待って、行き止まりやった。めっちゃ見づらいんやけどって思ったら画面が回っとったわ。あ、来た。なんだ今の爆発は、来るの遅くね。思う存分話してきたよ私。砦の中では緊急の時以外は爆発禁止なのは忘れたのか。緊急の時ってなんだよ。マリオ、こんなところに嫌がったとは。うーん、物どもマリオをやってしまえ。よしよしよし。どんな技があるの？爆発とピンキーアタック。地上にいる敵、うん、でも一体なんやね。どうせ爆発なら全体攻撃にしていただきたい。なにこれ。え、待って、よくわからんかった。ちょ、もう一回やってみるね。今度からここに来たら、回復ができるわけやね。了解、了解。押し続けて、光った時に話す。ナイス。なるほど、なるほど、そういうことね。初めての技の時はさ、説明の時ちょっと止まってほしいよね。はっ。おぉ。ちょっと早かったか。若干早かったか。あー、しかも動けない。マジか。なんかカービィみたいになっとる。結構受けたダメージ多くない？あ、来た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 。6スターポイントゲットー。オッケーオッケー。自動的に集まってきてほしいよね。とりあえずもう一回、回復だけしとこうっと。いや、回復大事よ。さあ、行くぜ行くぜ。あ、もう慣れた慣れた。画面が回るのにも慣れた慣れた。なんかどこかしらにさ、あった気がするんよね。あ、こっちではないね。こっちか。え？こっちやったっけ？なんか爆発するところあったよね。こっちのさ、なんか、あ、そうそう、この辺とか、全部できるんやない。間違えた。間違えた、間違えた。あー、もう来るなって。邪魔だって。いけー。ドーン。これどこの鍵？なんか知らんけど、砦の鍵ゲットした。えへ、もう開けちゃったよ。この辺もほらいけるよね。この辺いっぱいひびあったなって思ったもん。何これは。連続ジャンプのバッジ。アクションコマンドを失敗するまで敵を連続で攻撃できる。え、何それ。え、めっちゃ役に立つんやないんそれ。え？間違えた。間違えた。ちょっと待って。え、今のは？バッチよね。連続ジャンプ。え、どうしよう。ガツンジャンプ外して連続ジャンプにした方が良くない？うん、足りねえ。目回しスピンは別にいらんか。連続ジャンプ。連続ジャンプとガツンジャンプにしとけばいいか。そっかそっか。なるほど。この BP ってさ、バッチポイントやっけ？これはどういう時に増えるんやっけ？ん？あれもあれか。レベルが上がった時に選べる中の一つか。あ、なんかあったような気がするわ。
え、ここは？でもここヒビないね。じゃあいけんのか。あ、でも、こっちにもヒビあったような気がするんよ。あ、これ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 。え、でもこれ上には上がれん感じ？くっそ、上がれねえ。ってことは無理なのか。いけない。くっそ、いけると思ったのに。ってことはそこはめちゃくちゃ大事な鍵なわけやね、きっと。わかりやすく。多分、ボスの部屋の鍵とか？次どこに行けばいいんやろうな。あ、そういえばなんか扉あったっけ？あの罠の前のとこ。罠にはまりはしたけどさ、そんなに遠くには行ってない。あ、別に鍵も何もないな。この先に鍵が必要なところがあるの。うわぁ！めっちゃびっくりした。くそ。おー、増えてる増えてる。ただ、ガツンジャンプやったら2回できるけど、連続ジャンプは1回で終わりなんよね。なるほど。まあでも、ボスとかにはね、いいよね。イエーイ。あ、ここの鍵か。さっきゲットしたやつは。あれ？どこに出たんやろ。あ、なるほど、ここか。この上のところ。ここ絶対飛べんよね。ってことは、あれ？どうやって変えるんや、キキャラクター。これか。これで、カメキに変えて、あれ変わってないけど。これで、カメキに変えたいんですけど、これどうやって変えるん？これで変えれた？変えれてないよね。ですよね。あれ？どれで変えるんやったっけ？わかったわかったわかった。R スティックや。そっか、こっちのスティックの存在完璧に忘れとったな。で、カメキに変えて、からの、ちょっと位置がずれてる？こっち。あれ？え？合ってるよね？ああ、よかったよかった。違うんかと思った。え、なんか仕切りできたけど。え、うわ、戻れんくなった。助けてー。あ、でも下に落ちれるんか、別に。ね、別に下に落ちれるよね。あ、これでもう一回、ここに当てれば、消える。あ、なるほどね。そういう感じね。めんどくさ。めっちゃめんどくさ。よし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 。こういう感じだ。大丈夫？これ落ちない？私。ギリギリ耐えた？あー、危ねえ。で、とりあえずピンキーに変えとくか、また。来た来た。何？あ、またあれが下がる？おお、下がった下がった。あ、また下に行けるようになったんかな、これで。ちょ、今とんでもなく敵に近い場所におるけん。あ、この鍵は？下でゲットしてくるんかな？とりあえず先に下に。ここにピンキーを。あ、これ、あっこじゃない？ね、そうよね。さっき行けんかったとこや。ほら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 。イエーイ。へっへーん、悔しいやろ。ここにおるぞ、私は。めっちゃ嫌なやつ、めっちゃうざいやつ。で、この鍵でそこを開けるんやね、きっと。ふぅ。進める進める。そろそろボスが出てきてもおかしくないと思うんだけども。そんなとこにも階段あったん。
え、てか、あいつらちゃんとのこのこやったんや。飾りかと思っとった。わあ、もうずっと水の中に使っとったけん。めっちゃ苔だらけやん。え、大丈夫？なんか、急激にすごく冷静になったけど、めちゃくちゃ慌ててるところを見たよ、私は。え、そろそろボスかなって思うんやけど、回復ないね。え、大丈夫？え、大丈夫？なんか上があるな。何あのアイテム。イエーおーっと、ここで回復。これはハンマーチャージのバッジをゲット。チャージをするとハンマーの攻撃力が2アップする。ほうほうほう。なんかいっぱいバッジゲットするけどさ、そのバッジをつけるためのポイントがめっちゃ少ないんだよ。最高で2個までしかつけれんのよ。うわ、なんか現れそうな予感。なんかすぐ下にセーブポイントあった。これ外もしかして。マリオ、こんなところまで来やがるとは。ふっ、これくらいでいい気になるなよ。こっちもちょっと油断してたのさ。油断しとったんかい。本気になったらマリオなど世界一かっこいいオロ様たちの相手ではない。待って待って待って、危険危険。お前なんかこれでも食らいやがれ。これ横に避けれる場所悪くない？ほらほらほら、そういうことやね。怖い。怖い。めっちゃ怖い。怖いって。あ、これ攻撃、そういう感じ？ちょっと待って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 。やばい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 。でもこれジャンプしたら落ちるんやね。落ちんのかーい。落ちろや。落ちろや、おい。いやばいやばいやばい。あ、でも爆発して終わるんやね、そこ。なるほど、なるほど。ねえ、そろそろ、あー！まあ、ダメージは受けたけど。あ、ここ。やったー！なるほど、そういうことか。回復ー！ってことはもうそろそろかな。ちょ、セーブセーブセーブ。ふぅー。え、あいつらおらんやんけ。どういうことやねん。どういうことやねん、おい。うん、そこがちょっと。あれ？あ、これ本体もダメなん。マジで？そういう感じ？一旦ここやっつけたら、やっつけたらもう一回回復しよう。いけるよね。ふぅ。さあ、そして回復。回復とセーブもしとこうっと。もうね。細かくセーブをしていかねば。オッケーオッケー、いくよー。あ、もうそろそろじゃない？隙間からマリオ見えとんやけど。微妙に。あ！おい、ブラック、何をしているんだ？早く早く。準備いいか？ちょっと待って。うわぁ！何？何やってんだよ、イエロー。格好悪いぞ。早くしろよ。格好悪さとかどうでもいいから早くしろよ。オッケーだよ、レッド。よし、それじゃあ行くぞ。みんなかっこよく決めろよ。おー。めちゃくちゃなんか、継ぎはぎだらけの、クッパが。ガハハハハ、待っていたぞ、マリオ。しかもそれをマリオは目の前で見よったんやろ？世界一強くて世界一クールな大魔王クッパ様の登場だ。ピーチ姫を助けたそうなるという、バカな考えを起こさないようにやっつけてやるのだ。覚悟するのだ。でもなんか体力とか多そうやな。やだな。ハンマーにしとこうっと。クッパ、はてなはてなはてな。違うけどね。違うけどね。どうなんやろ、爆発、どれぐらい効くかな。A ボタン連打？あ、なるほどなるほど、そういう感じね。微妙。弱。ガハハハハ、我が輩は無敵なのだ。何をしても無駄なのだ。そうでしょうか。
これ途中でもさ、ポイント回復してくれたらいいんやけどな。間違えた。やべえ、これも連打してしまった。一個一個さ、違う剣めんどくさいよね。どうしたマリオ、我が輩に傷一つつけられんのか。え、つけてると思いますけど。ダメージはさっきから与えてると思いますけど。おしっぱやね、おしっぱ。てか、こういうボス戦の時のためのアイテムやんね。アイテムも使ってこっか。ふはははは、あまりの情けなさに笑いが止まらぬわ。えへ、マリオのやつ、絶対俺たちのことクッパ様だと思ってるぜ。思わんやろ。見よったやろ、一部始終。しー、マリオに聞こえるぞ。待って、アイテムなかったかな。いやー、しょぼいな。攻撃力5、よくないこれ。いけー。しまった。クッパ様にもお褒めいただいた完璧な作戦が。あ、これで終わった？マジか。やったー。アイテムの力偉大。いや、そこでカッコつけられましてもね。ノコブロス4兄弟参上。かっこよくないぞ。マリオ、俺たち兄弟の力思い知るがいい。え、もう一回？え、そういう。とりあえずこれを崩せばいいのか？え、崩れるのか？おーば、崩れるー。じゃあこれで崩してやれば。ノコブロススクリューアタック。あ、結構なダメージ。ていうかあれか、4体分が一気に来たってことやんね。でもだいぶダメージやね。きついわ。甲羅の敵をこれ全員ひっくり返せるんかな。どうなんやろ。とりあえず、二つあるけん、一個使ってみよっか。これ全員に影響ある？ちゃんと。あ、無理やな。わわわ、崩れる。ひっくり返れよ。ひっくり返れよ、お前ら。お、いいぞ、いいぞ。わー、今めっちゃさ、カメキの守備瓶アタックやっけ。そんな技やった？カメキアタック？あの技をめちゃくちゃ出したい感じなんやけど。でも他はな、一応敵全体、やっぱさ、多い時には敵全体系のやつ使いたいよね。体力どれぐらいあるんかな。言葉も出ないですけど。もう、あとは、あ、敵全体燃やせるよ、ファイアフラワー。よしよし。いけーい。うわ、熱そう。黒焦げ。イェーイ。やったね。あ、これレベル上がったやない。やったね。どうしよう。でもハート大事なんよなー。いやでもな、ハート大事やけど、ただ技も出せなさすぎないよね。あとバッチもね。まあ、次フラワーポイントにしよっか。まあ、まんべんなく順番に増やしていく。うわぁ！こまめに回復しよったら、まあ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 ダメではないやろ。何あれ、ピーチ姫。絵かな？おーい、誰か出してくれー。え、あ、あざ塞がれとる。なになになにこれ、星のせい？ん、なにカードか、なにこのカード。星のおじいちゃんが描かれとるけど。え、このカードから出てくる感じ？なんか出てきたよ。ステージクリアー！急激になんか世界観なくなった。トリデラのノコブロスをやっつけて、マリオたちは一人目の星の星を助け出すことができました。急にナレーションベースになったんやけど。残りの星の星はあと6人です。一刻も早く彼らも助けてあげなければなりません。
キノコワールドと星の国、そしてピーチ姫の未来はマリオたちの活躍にかかっています。マリオの冒険はまだ始まったばかりなのです。